まあ、あのイースタンリーグというのはですね、まあ、既存の NPB の準球団、巨人とかソフトバンクありますけども、その球団の、まあ、2軍ですよね、はい、が一応パリーグセリーグではなくて、西と東、イースタンリーグとウエスタンリーグという形で分かれてます。で現状ですとイースタンの7チームとウエスタンの5チームということで今年やってました。まあ、そこに来シーズンはイースタンに私たちオシックス新潟が入りまして、ウエスタンの方には静岡のハヤテグループが入ります。でそこで8チームと6チームという形での2軍の試合が年間で約140試合ちょっとですかね、はい、やるようになります、はい、私たちですとイースタンですから、楽天の仙台、あとは関東圏ですよね、ほぼほぼ、はい、で、まあ、ホームが約70試合でビジターも70試合という形で、やるということです。